1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。ダッシュを乗せた4番片岡と5番の佐藤が好スタート。レースは1周1マークです。1番寺本の陰線を2番の船岡まくっていきました。内側から3番イルミの差しハンドルでバックストレッチです。先頭争いですが、スロー枠3人、最内3番イルミ、その外に1番寺本、さらに2番の船岡と3点並んだ状況。2点進離れて5番の佐藤が4番手。スタートは前提正常でした。2マークトップ争いは3番イルミが先行していきます。1番と2番競り合ったところを5番の佐藤が差し込んでいきまして、ホームへと戻ってきています。先頭抜け出したのは3番のイルミです。2番手争いは5番の佐藤が一歩前、外から1番の寺本、内側からは6番の大西続いています。2周1マーク、2番手争い、最内から6番の大西が先取っていきます。差しを狙って5番の佐藤、外からは1番の寺本とターンしましてバックストレッチです。2番手争いは外側6番の大西、内側5番の佐藤、この2艇がほぼ並走状態。2艇進離れて1番、2番、最後方に4番片岡。2周2マークです。2番手争いは5番の佐藤が振り切っていくでしょうか。内側狙ってくる6番の大西でしたが、回ったところで5番の佐藤が2番手突き放していきました。3番手に6番の大西、上位体制3番5番6番で最終周回の1マークです。先頭大きなリード、3番のイルミ、トップで最終1マークから最後のバックストレッチへと抜け出します。2番手は5番の佐藤、三艇進三の3番手6番の大西。なお3周1マークアクシデントがありまして、2番の船岡転覆状況です。4番の片岡はコースを再開しています。最終ターンマーク、3番のイルミがトップで旋回、2番手5番の佐藤、3番手6番大西、まもなくゴールを迎えます。3番イルミゴールイン、5番佐藤ゴールイン、6番大西ゴールイン、1番寺本ゴールイン。ラストで4番の片岡ゴールインです。なお2号艇の船岡陽一郎は3周1マーク転覆のため失格となっています。以上、第3レース予選競争でした。ボートレース江戸川シリーズ3日目の戦いは第11レース予選特選を迎えています。なお5号艇船岡陽一郎は前半レース負傷のため欠場となりまして、5艇による競争です。1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。1号艇がほぼ3倍スイット、1マークへと向かいます。1号艇柳井啓太が押し切る構え、2号艇川上翔平刺してくる、3号艇沖津愛がまくり差し間飛び込んでくるが、バックストレッチ押し切って1号艇柳井啓太先頭、へさき入るか、3号艇沖津が内側ねじ込もうとするがどうか。3番手争いは4号艇川崎、2号艇川上翔平の攻防。第4レーススタート正常、ねじ込もうとした3号艇沖津を絞り込んで1号艇柳井啓太、そのうちくるっと回った3号艇沖津愛、さらには4号艇川崎誠司、5号艇山本周一、しかしここは先頭を守って絞り込む1号艇柳井啓太が抜け出しました。後方一転アクシデントか、目下のところは1番3番5番の体制か。なおお知らせいたします、6号艇清水美優は失格、6号艇清水美優失格となっています。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。確定1周の1マークへと向かっていきます。ただいまスタート判定中となっています。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。ただいまスタート判定中です。ただいまスタート判定中となっています。お知らせいたします、1号艇前原博道フライング返還欠場、1番に関する投票権はすべて返還となります。1号艇前原フライング返還欠場、1番に関する投票権はすべて返還となりますので、お手持ちの投票権は大切にお持ちください。1
1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。内側の3艇特にインコース1号艇中がコースタート、1マークへと向かっていきます。インから逃げる1号艇中浅瀬、2号艇沢田、マクリザスカ、3号艇山田、内からは4号艇6号艇向こう上名と入ります。先頭は2号艇沢田、2番手1号艇中、3番手わずかに優勢は4号艇西丸、内から6号艇外から3号艇が追走。スタートは正常です。1周2マーク、先頭2号艇沢田、2番手1号艇中、3番手6号艇中村がわずかに優勢となっています。ホーム側上位体系は2番1番6番、レースは2周目に入っています。2周1マーク、先頭は2号艇沢田、2番手1号艇中、3番手6号艇中村、内側狙っていく4号艇西丸、向正面に入りますが3番手優勢は6号艇中村となっています。上位体系は2番1番6番、それでもすぐ後ろ4号艇3号艇が追走。レースは2周2マークです。上位2艇は2番1番3番手走る6号艇中村に対して、内側狙っていく4号艇3号艇ですが3番手守るのは6号艇中村となっています。2番1番6番レースは最終周回です。3周の1マークから向こう上面と入っていきます。先頭は2号艇沢田、2番手1号艇中、3番手6号艇中村、上位体系は2番1番6番、一定審査4番手から追走4号艇西丸、後方アクシデントとなっています。お知らせいたします。3号艇山田落水失格、3号艇山田は落水失格となっています。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。4コース4号艇小原俊之コースタート、1マークへと向かっていきます。インから逃げようと1号艇浜野まくる、4号艇小原、内からは2号艇3号艇さらには5号艇久保原差し込んでバッケと入ります。先頭争い、内から2号艇川原、外からは4号艇小原、並走となっています。すぐ後ろ3号艇5号艇追走。スタートは正常です。なお後方アクシデントとなっています。お知らせいたします。1号艇浜野東馬転覆失格、1号艇浜野は転覆失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。3レーススタートのジャンセンター勢コースタート戦の大手頭4号出ました。寄せていく3号大手頭がまくる、1号手が応戦する2台センター内からダケツボーっと来るのはおったまり3号手振り込んで交代しました。展開地では4号手の山下、切り込んでくる5号手の小林目向上に入りました。先頭4号手山下に2番手5号手の小林、3番手の6号手1号手2号手3手が止まった。1マーク3号手の頭にアクシデント発生、一緒にマークの世界スタートは正常でした。トップ世界4号艇の山下、2番手5号艇の小林、外の握り合った6号艇1号艇内に粘ろうと2号艇の野村でスタンド側です。さあ1マークちょっと落水艇が動いていることはありますが、ここはこの事故手を避けての旋回ということになります。先頭4号艇の山下、2番手は5号艇の小林、前の2人は4号体系です。ここでお知らせいたします。3号艇の頭工事1周1マークにおきまして落水のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番となりました。今スタートします。センター勢コースタート3号艇伊藤、4号艇の原村、2コース2号艇の風へ出ていきますが、1周1マーク、インカラメカイス、1号艇の渡辺、3号艇2号艇が競り合うか、切り込んでズバズバーっとくるのは4号艇原村、5号艇勝浦、6号艇和田、向こう上に入りました。押し切ってのセット、1号艇渡辺渋り込め、2番手の線4号艇2号艇3号艇3戦線に絡んでくる5号艇勝浦、最高峰6号艇和田、一周にマークの世界スタートは正常でした。2番手にかけて5号艇勝浦、真ん中から4号艇の原村、サース札から入ろうと2号艇風、3号艇伊藤、おっと2号艇3号艇
号艇も全て交代しております。後方は2号艇3号艇にして脱線となりました。先頭は1号艇の渡辺、2番手が4号艇原村、3番手5号艇桂木からところ14号、レースは西目の1コーナー、2マークは2号艇3号艇にして脱線です。2周1マークから向こう上面です。先頭1号艇渡辺、2番手が4号艇の原村、3番手5号艇の勝浦、上田明は14号、4番手の高艇和田、時計らを通過していきます。2マークのターンへと向かっていきます。2マーク自己艇レスキを避けての旋回となりまして、先頭は1号艇渡辺、2番手は4号艇の原村です。ここでお知らせいたします。2号艇の川添秀政、そして3号艇伊藤誠司、ともに1周2マークにおきまして転覆のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。サンライズ Z 戦の第5レース、あ、フライングデーがあります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライングデーがあります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。お知らせをします。5号艇の深井俊久フライングのため返還欠場、5番に関する投票券発売額と同額で返還です。お手持ちの投票券最後まで大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。進入固定第8レース、1号艇4号艇、この2艇が差を出ていく。1周の1マーク、1号艇の塩田逃げる、3号艇の岡村まくり、そして4号艇、ここはバランス崩して、ここはアクシデント発生。内枠から待った2号艇の柳瀬浩二、向こう正面は1号艇塩田が先頭。スタートは前提正常でした。1号艇塩田が先頭、2番手が2号艇柳瀬対3号艇の岡村、2番と3番が並走。1周2マーク、1号艇塩田がトップ、2番手逃げた3号艇の岡村、内枠から待った2号艇柳瀬、2番手は接戦です。なお1マークでは4号艇大井清樹が転覆のため失格、4番が転覆のため失格となっています。